い、皆さんこんにちは、りなです。今日ははま寿司に来てます。なぜかというと、以前スシローとかくら寿司とかいろいろ最近回転寿司に回ってるんです。視聴者の皆さんにはま寿司も行ってください、はま寿司は好きです、そういった声があったので、で私は実際にはま寿司行ったことがなくて、人生初です。人生初です。今日の動画の中で人生初のはま寿司です。だから今からは美味しいはま寿司を食べたいと思います。行きましょう。やっちまった。え、何組待ちだと思う？16組待ちです。16組待ち、もう今1時超えてますけどね。あの日曜日だからお昼、まあ、みんなお寿司食べたいだろうねという、私たちと一緒。あ、ちょっと待たなきゃいけないです。はい、1時間経ちました。やっとテーブルに着きました。見て、お、え、ここで流れ、すごいじゃん。え、注文するカツを、ここで注文できるよ。タッチ画面だと思ってなかったよ。最新のシステム入れてんのかな、全部のはま寿司がこうなってんのかな、わかんない。今はここで流れて、ここで撮るよ。すごっ、カッパ寿司、カッパ巻き、注文するカツを、ご注文ありがとうございました。注文できた。はま寿司すごいね。大葉たらこ、うわ、大葉たらこ、あ、好みが一緒だったね。たかちゃん、何、あ、コーン来ましたよ。コーン頼んだ子、2個、子供だから、ありがとうございます。あ、欲しい。あ、納豆キムチの方がいいかも。注文するカツをキャンセル。めっちゃ分かりやすいじゃん。どうですかこのシステム。いや、今までで一番いいシステムだと思うよ、本当に。注文しすぎる恐れがあるよ。スシローの時もそうだったけどさ、うん、俺ら一気にさ、いっぱい頼んでさ、ネタが乾いちゃうからさ、徐々に行きますか。恐れ入ります、しばらくお待ちください。注文しすぎたってこと。ここで出てるよ、注文したやつ。本当だ、注文状況が出てる。だからこれとこれがつながってるよ。まあ、あ、当たり前だけどつながってるのが。本当にめっちゃこのシステムがすごいよね。魚以外のものめっちゃある。本当だ、ハンバーグとかもあったね。すごい、すごい。お、来た。これやっぱ流れてくるな。書いてあるよね。すっごい分かりやすいね。ミスすること一切なし。はま寿司、天才です。注文するカツを選択してください。早速なんか追加注文してる。この来てるのにさ、ここに目がいっちゃうよね。あ、めっちゃ美味しそうなものたくさん流れてるよ。あ、トロタク包み美味しそう。だから今注文したよ、それ。でも1個しかないから、タカも欲しければ注文してください。ご注文ありがとうございます。自分の分しか注文してないってこと？ Yes。 で、これも美味しそう。ピリ辛のエビの、本当だ、これ食べてみたい。うま辛って書いてある。ただいま注文しすぎてるよって。あ、焦るなと。OK、はい、食べますか。まさかの一品目、カッパ巻きです。私、カッパ巻き大ファンです。はい、じゃあちょっとだけ醤油をかけて。しらすも食べれるんだ。しらすが美味しいか、乗ってるあの生姜が美味しいかわかんないけど、めっちゃ美味しい。もう一個食べたい。たらこ大葉です。たらこもさ、ドイツにあるんだっけ。ない、なんかミニイクラみたいなのがあるでしょ。あー、スジコ、それはある。ってことはたらこは日本で初めて食べたんだ。そうだよ。いただきます。食感がめっちゃいいし、はま寿司美味しい。ちなみに来ましたよ、納豆キムチ。それも初めて見た組み合わせだよ。レナはちなみに納豆は微妙です。食べれないレベルではない。そう、合うよ。思ってたよりめっちゃ美味しい。うまい、うん、その辛いのキムチがめっちゃ合うよ。お、来た、来ました。これさっき追加で2個頼んだトロタクか、うん、どうしたんですか社長さん。なんか飲み物何があるかなと思って、めっちゃある。カフェみたいな感じ、フロートとかもある、コーヒーとかもあるし。本当だ、めちゃくちゃいっぱいあるね。子供を意識してるかもね。この子供を意識してるかもしれない。ビールがありますよ。今お昼だから、ね、サワーとかもある。お酒はいりません。日本酒とかもある。これは何ですか社長さん。これはトロタク。ネギトロにタクワンが入ってる。以前の動画で初めて食べて、うん、めっちゃ美味しかったから今日絶対に注文したかった。美味しいです。何？タイミング悪い。何かいた？美味しいです。もう一個。はい。何？それ俺の
返すだから2個注文したよね。だから私は2個食べれるように、はいはい、私のここ好きでしょ。うん、嫌い。人のご飯食べるより嫁嫌い。返す。あ、ラーメンもある。旨辛豚骨ラーメン。ラーメンすごっ。冷やし担々 麺美味しそう。ちょうどラーメンが流れてきた。ここにめっちゃあるよ。あの醤油とかもあったよ。豚骨、うま辛豚骨、博多豚骨、何ラーメンちゃうやん。ラーメンちゃうやないか。今ラーメンの話してなかったっけ。お肉、カルビ、すだち。あ、すだち合うかもね、確かに。ダメだ、ここ見るとさ、どんどん注文しちゃうから。だから天才的だよ、このシステム。社長さん、何、ちなみにあそこの奥にさ、マグロこだわりの一品って書いてある。マグロ祭りみたいな。あったあったあった。これあったの？書いてあるよ、この。あ、これ南マグロ大トロ。え、100円？100円大トロ100円。大トロ100円。社長さんがお寿司待ってる間にガリを準備しました。間に、うん、ほんとガリ好きだよね。うん、これ美味しい。外国人に受ける味。受ける味。あ、ジンジャーがあるもんね、海外にもね。まあ、ドイツの料理とかには使われてないけどね。パクパクいくやん。無料だからってパクパクいくやん。美味しいだからパクパクいってるよ。あ、来ました。何これ、天ぷらロール。天ぷら裏巻き。これレナしか頼まないんじゃない。だからその早く来たの。めっちゃ早く来た、頼んだ瞬間来た。あとはここに甘だれを使ってくださいって。うわ、うわ、とろーりしてる。美味しそう。甘いんかな、味付けは。何が入ってる。エビとアボカド。感じはする。これうまそうなやつ来た。これ俺が食べとこう。サーモンいくら、これ俺が食べとくね。レナそれがあるでしょ。はい、あざす。の多分エビ天ぷらとアボカドかな。アボカド入ってるからレナ頼んだのか。うん、冷たい天ぷらでしょこれ、うん、なんで冷たいの。あ、中のアボカドが冷たい。ずっとキッチンに置いてあったから冷たかった気がする。よし、私しか注文しないと。残念、あった。お肉、うわ、これ焼き豚、塩だれ、めっちゃ美味しそう。すだちだ、そうだ、すだちだ。味付けがめっちゃいいし、あったかいし、で、すだちのフレッシュさがあるし、すごい美味しい。はい、早めに食べた方がいいよ。あ、来た、大トロ。これは結構なんか値段の割にも大きいし、ね、100円だよ、ね、社長さん、yes. ちなみにはま寿司は、うん、醤油がたくさんあります。こんだけの醤油がある。甘口と昆布と柚子ポン酢と醤油、うん、今まで食べたのこれだし醤油使ってたけど、yes. 違うやつ行ってみます。何がおすすめなの。わかりまへんね。だよね、甘口醤油。甘口関西スタイルって書いてある。あ、そういうこと。これ、あ、地域が書いたんだ。昆布北海道、ゆずぽん四国、刺身醤油九州、大トロです。クリーミーですっごい、信じられないよ、こんなクオリティの100円。意味が分かんないでしょうね。もうロスで売ってるじゃない。あ、原価は割れてる。もしかしたらこれで利益取ってないかもね。取ってないんじゃない。神様がいる。はいはい、他の商品で利益取りつつ、これは赤字だけど覚悟してるかもしれない。それで人が来るから。そうそうそう。可能性はある。ちなみに醤油の違いは分かりました。もともとだし醤油、今のは甘口醤油。ちょっとこの後さ、利き醤油やってみる。醤油をさ、ちょっとずつさ出してさ、レナがその箸でちょんちょんって食べてみて、何醤油か当てる、やってみますか。無理です。レナの舌が本物かどうか試しますか。絶対に無理です。じゃあ、これだね、はい、じゃあ、じゃない、それ俺のなかった。私は中華商じゃないの。じゃあもう一個頼もう、俺後で。いくらとサーモン盛り。いや、もう本当に盛りだよ。これもめちゃくちゃうまそう。あの、サーモン2切れがあるよ。贅沢盛りじゃん。これが入るかね、口に。ねえ、微妙です。バケモンみたいな。相当口でかいね、社長。めっちゃ美味しいけど、うん、あの、サイズ的に半分でもよかった。なるほど、欲張った自分に後悔してますか。サーモンといくら、まあ、もちろん美味しいし、抜群です。あれ、社長さんが追加注文しようとしてる。やっぱラーメン食べた方がいいかなと思って。今ね、だいぶ食べてきたよ。博多豚骨ラーメン安っ。え、いくらだ。380円。え、激安じゃん。これぐらいのサイズで来るかもしれない。可能性ある、うん、ワンコーン。でもいいよ、全然。え、これめっちゃうまそう。炙り中華。あ、絶対いっちゃった。
ちょっと待って待って待って、これさ、こういけるやん。俺流れてったら終わりかと思った。さすが社長、デジタルですね。はい、じゃあこれ頼みます。注文する数を選択し、はい、注文。ほう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 。これも初めて見たやつ。辛いよ。辛いお寿司なかなかないよね。辛い。いや辛くない。でもこの風味がめっちゃいい。うま辛って書いてあったもんね。うん、もううまいよ。うまいですか。うま辛だよ。さすがにうま辛でうまいですか。うま辛ってさすがにうまと辛だよ。当たり前のこと言ってます、このドイツ人。なんか見た。マグロ、炙り、塩、レモン。めちゃくちゃうまそうじゃん。センスあるやん、注文の。自分を褒めた。もうやってられません、私って言われた。もうタカと結婚して辛いんですよ、皆さん。自分で注文して自分で褒めるというね。お店がなんか美味しそうに出してくれたとか、あ、すごい、なんかはま寿司すごいなじゃなくて、注文。数ある中からこれを選ぶセンス、合ってます？ノー。塩レモンの風味が美味しい。ちょっとだけその炙った感じもある。頼んだ瞬間来た。見て、多い。やっぱ多い、多い。あ、神様、何を神様をそのまま。大事ですよ、神様は。続いてきました、炙りエビのレモン、レモンと塩が乗ってるやつだ。プリプリ感がすごい。でかいの来たと思ったらラーメンや。じゃあまずは、うん、豚骨。ちなみにレナが一番好きなラーメンの種類は豚骨ラーメンです。あ、もちもちして美味しい。日本人っぽい食べ方をしようとしたらミスしたね。何、た日本人っぽい食べ方、あ、すするすすれなかった。すすれてるよ。そんな感じでいいと思うよ。本当、うん、はい、さあ始まりました、聞き醤油対決。まだ目つぶっといてくださいね、はい、今4つ用意しました。1,2,3,4 これと、はい、これとこれとこれで、ちょっと今喋っちゃうとレナに伝わっちゃうから。別に何？何の順番で言ってるか分かんないよ。そっかそっか。じゃあ昆布醤油で、ね、はいはい。なんか文句あります？頭を使ってください。ちょっと待って、どれがどれだったっけ、俺が分かんなくなった。ちょっと待ってよ。はい、どうぞ。 OK、 ちょっとだけ醤油出してるので、ほんのに、はい、ああ醤油の味だねって。醤油の味。次いきます。ちょっと酸っぱいかもしれない。おお、分かってるかもしれないぞ。味が濃い、あの色も濃いし味もちょっと濃いかな。これとこれ全く同じ味する。ちなみに4つはね、昆布、ゆずポン、だしです。あのこれが、ゆずポン、これが甘口。おこの2つは全く同じ味はするよ。だし、ゆず、甘、昆布。ファイナルアンサー？ Yes。 まさかの正解。だから私はバカ舌だと言わないでください、皆さん。まさか正解。まさかじゃないよ、そういうことだよ。俺絶対忘れると思ったのに。私はそういう人だから。すごいよ。Yes。 今日一番テンション上がってる。はい、この人味が本当に分かる人だった。分かる人です。うん、一緒一緒だよ。一緒まだ、ね、社長がまだ食べ終わってないみたい。あのデザート、もちろんデザートだよ。あ、これ美味しそう。タカがこれを食べる？俺食べない、どういうこと？俺が食べると言っといて自分が食べようとしてるよね。レナが一人で2つのデザートを食べていいのであればいいよ。ダメです。1個目、ベイクド抹茶ケーキ。美味しそう。これ、バナナチョコパフェ。すごいパフェじゃん。いつもすごいパフェだよ。今日あんだけ食べて、まだ食べれるの。それは別腹だから。まあ、さっき醤油も当たったしね。そうだよ、そうだよ。ご褒美ということで。ご褒美で。あれ、コーヒーゼリー欲しい。ね。うん、
コーヒーゼリー、これかな。うん、ありがとう。おー、めっちゃ美味しそうだよ、これ抹茶ベイクド。やっぱりなんか回転寿司はデザートが美味しいよ。デザート お寿司はもちろん美味しいんですけど、デザートは美味しいよね。まあ、子供と一緒に来るからね、家族連れで、うん、あれ信じられない、2つ食べようとしてるこの人。まあ、ちょっと小さくてもよかったかもしれないけど、要はあんだけお寿司食べた後にデザート2個も食べれますな。デザートは別バラです。続いてバナナチョコパフェです。バナナチョコパフェで、バナナチョコアイスだよ。うん、バナナ味がする。このアイスめっちゃ美味しい。いつの間にかね、なんか食べ進んでた、うん、俺がぼーっとしてた、うん、もう半分ぐらい食ってた。これめっちゃ美味しい。一人で耳前行きました。ごちそうさまでした。はま寿司の初体験でしたけど、めっちゃ満足してます。めっちゃうまかったね、マジで。美味しくて、安くて、種類が半端なくて、あとクリエイティブなものとかがあって、うん、もう食べたことないものばっかりで本当に満足しますね。で、あとは醤油の、あのいろんな醤油、醤油の聞き醤油成功したからまだいってる、この女。もう一回やる、はい、もう一回やったら全部外れるかもしれない。なあ、もう分かったよ。だいぶ食べた。デザートも3つ食べて、飲み物も注文して4,235円です。まあ、他の回転寿司とそう変わんないかな、うん、という感じはします。コスパ良くて、美味しくて、満足。もうただただ満足。はま寿司はまた行きたいと思います。皆さんのはま寿司の一番好きなメニューは何か教えてください。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。